待ちに待ったアウトドアパークに来ています。朝一から並びましたね。並びましたね。いや、すごい人。早速いろいろ見ていきたいと思います。はい、じゃあ行きましょう。レッツゴー。おお、これ宿借りテントじゃない。出さないですか。これちょっと DOD 見ていきましょう。めっちゃ広いです。これ多分宿借り、これ見て。なんか小川テントもこうなんです。おうちテント。キノコテントありますよ。マリオテントありますよ、ね、わ、見て、あれ何あのテント、めっちゃでかくない？でかい、めっちゃでかいやん、これすごいな、呼ばない、でかっ、うわ、すごいな、これテント2つ入ってる、ちっちゃいじゃないですか、すごい、すごない、これかっこいいっすね、めっちゃ広いで、これすごいな、めっちゃ広い、ほんま家みたい、家のリビングみたい、ベースキャンプやね、うん、え、これすごいんだな、ほんまめっちゃ広い、すごい、わあ、これは快適じゃない、快適すぎるやん、快適キャンプな、すごいね、めっちゃいいな、これ他なんか見たいテントありますか？あ、ソロ用のテントあるよ、あ、あれですか、気をつけたのは、うん、いや、あれは何やったっけ、勉強不足あれじゃないの、これが、そう、あれとあれ、もう一回再販できんじゃないかなって、一人用と二人用がある、すごいな、こっちもあんで、懐かしきかまぼこですか、かまぼこ懐かしき、懐かしきかまぼこ懐かしいな、懐かしいかまぼこ店舗行ってますよ、かわいかった、かわいかったね、さすが DOD 安定の DOD ですね、安定してるね、時代を先取ってるよね、かわいくない？かわいい、 T シャツ欲しい、 T シャツどうですか？ T シャツ欲しいですよいらっしゃいませあ、これかわいい、かわいいよな、うん、え？1500円、かわいい、マジ？え、めっちゃ可愛いですね。このシリーズだと、オリコンの中にも。お、あ、あ、なんか、ありがとうございます。ありがとうございます。これめっちゃ可愛いねんけど。可愛い。なあ。でもちょっと。1500円かなと思ってたから。私も。勝手に。旅、旅、どうしよう、
存じ上げない。おお、ケトル、かわいいやん。大丈夫すっごい、もやスルスルな、ファイヤーケトルやから。お、安い。安かった。買ってください。え、またケトルかも。あるからいいか。なあ、コールマンや、やっぱり。コールマンでも、この色やとコールマンっぽくないな。そうやな、かっこいいな。うん、これなんすか。わあ、すごいいいな。いいですね。でもソロには広い。アメキャンでも強そうやな。伸びるでね。なんかサバティカルみたいな。そう。ロゴが。ロゴがね。すごい個性的な。でもなんか。かっこいいと思うで。かっこいいよな。ちょっとなんか変形したシンクレスタが。なんか開き方がガバッと開くもんな。うん、すごい、いろんなメーカーさんがテント張ってますけども。ハイランダーもすごいな、人気が。めっちゃちっちゃい。かわいい。結構どうですか。これいいね。これはタープいらずです。これいいな、めっちゃ風に強そう。見てほら、これ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 いいやん。めっちゃちっちゃない。いいじゃないですか、新しいソロ用テントに。これ、すごない。後ろも前もちょっと開くんですよ。開く開く。すげえ。でも、ほんまに、あの、中入るときは寝るときだけ。うん、どっちがいいですか、ああいうのか。ソロは、こういうのか、こういうのか。もうあの元気ちゃんがタープ張れば終わりやもんな。タープ張ったらもうそこでですね、アゲリしてほんまや、なんやかんやですよ。なんやかんやです。でもあれめっちゃ見た目可愛いねんけど、私だって荷物あそこに受け付やん。いいなこれ。盗難とか、はい、あ、居づらいんじゃね。よくない。あの、はい、あのちっちゃい全室付きのテントっていうこちらなんで、あの、いいですか、あれですか。あれです。あれ、大体税込みで6万5千ぐらいですね。おー、ほんと、ソロとかデュオぐらいの大きさです。そうですよね、はい。そう、ちょうどいいんですよね。あんまないじゃないですか、トンネルでこの大きさってないですね。いいとこ出したなって。ちなみに、これ名前なんていうんですか。これケタピラのツールームの、ケタピラって言ったの名前なんですね、新名が。で、ベイビーっていうなんですよ。ベイビーケタピラって、普通のケタピラのツールームシェルターと、はい、これは多分ツールームシェルターです、ね。で、もう一個、はい、一回り小さいジュニアっていうベイビーですか、これは。で、メーカーさんの名前はタラスブルバっていう。タラスブルバ、はい、なんか聞いたことある。すいません、全然やれてない。40年ぐらい続いているアウトドアブランドなんです。すごいですね、はい、初めてですよね。そうですね、はい、日本の最初のアウトドアブランドです、タラスブルバ。あ、なんか聞いたことあるのに物が全然思い浮かばない。かわいい、はい、いいですよね、あの大きさ。これいいな、はい、ちょっとカタログとかもらっていいですか。 ありがとうございます、はい、ありがとうございます。すみません、タラスブルバ、ちょっとかっこいいね、テント。いいな、
出店ワンボールもあるで、すぐにこれも買ったえ、ほんまや、タープもある、見てワンボール、安くない？ 3万円で、すごい、黒があったら買うな、いいっすね、トラスブルバ、トラスブルバ、注目、外にこうビャンってこう、これちょっと待って、ツインクレスタじゃないこれ、そうだな、ここはペポみたいな、あ、ほんまや、外やもんな、ね、いいっすよね、あ、さっきあっち通ったから今、みんなすごいな、あ、え、ちょっと待ってください、お、スモーキーさん、スモーキーさん、わー、ちょっと待ってください、マジっすか、いつもありがとうございます、いつもありがとうございます、マジですか、いや、スマッキーさん、いつも大丈夫ですか、多分大丈夫です、いや嬉しい、いいよ、こちらこそ、いつも応援してくれていつも優しいコメントくれるんですよ、ほんまにもう泣きそうなるコメントだけがいや会えた、一人目会えた、今日は監督と笠木にやった笠木にやった、そうですか、初めまして、あ、なるほど、あの、最近やったんですか、ママさん、え、マイキャオさん、あの、ツイッターで来ますか、ありがとうございます、すいません、カサギニア TV、 あ、はい、はい、今日、朝パトはあ、してきました、いや、ほら、してこるって言うた、私、してくるって、いつもありがとうございます。いや、多分あの私だけが知ってた感じ。見てます。朝パト見てます。ほんまですか。また遊びに行かせてもらって、はい、ぜひ。今の鶏肉ぐらい。ほんまですか。鶏肉は多分。鶏肉は、はい。ありがとうございます。いや、よかったです。よかった。パンフレット落としてます。すみません。ありがとうございました。いや、めっちゃ嬉しい。会えましたね。会えました、会えました。いや、びっくりした。いや、かけてもらった初めて。初めてです。いや、嬉しいですね。嬉しい。ほんまに、うん。スナウキーさん。オイシックスや、オイシックス、うん、どうだろう、オイシックスじゃないですか、そう、たまにお世話になるオイシックス、いや、いろいろあるっすね、うん、いや、鉄板で、鉄板や、鉄板、すごい、え、めっちゃ安っこのぐらいやったら使えるかな、そんなに思ったより重くない、家で、これ家で使ったり、IH、あ、家で、はい、おー、IH も、IH 見てます、へぇ、なんで、え、これめっちゃ安くない、値段は多分安い、めっちゃ安いですよね、はい、へぇ、安い、え、これで肉焼いたらめっちゃうまくなる、ね、美味しいぞそらそうや、焼かせてもらいましたけどこの逆にでも美味しく本当焼こうと思ったらこのぐらいのサイズぐらいじゃないと、あの一気に焼くとなんでこのぐらいの本当使いやすいかなと思う、そうですよね、本当大家族とかやったらこうなんでショートかけるかなとか思うんですけど、めっちゃでかいですねあ、明石、はい、京都の明石です、あ、そうなんですか、明石ですか、明石、明石、天ヶ崎です、明石、よく行きます、あ、よく、あ、はい、はい、もうちょっと行ってたらうち会社なんです、私、近くはあそこですけど、はい、これ良くない、フレスで投げてんすね、これ高いの、でっかい機械設備を作ってる会社なんで、それで鉄板とかも安くちょっと入ってくるので、それでもなんとか入ってやる、あ、そうなんですね、いいっすね、いいな、でも今買ったらめっちゃ重いなあ、そうです、また、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、あれ、うまそうに焼けるんだ、絶対美味しいって、
あの極厚鉄板で極厚ステーキ焼きたい焼きたいなぁ。あれ明宝とほらチービーはまたやって買ってますか。スウェーデン父ちゃん、かわいい、かわいいで、かわいいなぁ。スキーしてんで、あ、スノーボードしてる、いいっすね。持ってきてるのがキャンプバージョン。あ、キャンプバージョンあるんですか。そうなんです、キャンプバージョン。これみんな冬になっちゃってますけど、あ、そうなんや。今日持ってきてるのみんなこれです。どうでしょう。これいいやん。これいいな、買いましょう。あ、買いますか。サイズが S、M、L、XL あるんですけど、私で S ですね。これ、え、あ、S ですか。あ、これ S や。 M、黒がですか。あ、お父さん。おお、M ぐらい。あ、板倉さん M でしたっけ。これ L。あ、L。あ、L。こんな L じゃん。どう。ちょっと大きめですね。でも L。普通だったらもう少しちっちゃいからとか、丈が長めなんです。かわいいよ、ほら。この映画載ってるみたいな。やっぱり買っちゃうんですね、TV は。かわいいもんな。うん、チービー買っちゃうんすやっぱり。ちょっとチービーに牛肉買ったよって。買ったよ。来ましたね。はい、私も。とうとう来たよ。なるほどあったよ。来ましたね。しかも10%オフやで。これやろ。かわいい。コーヒーミルあんで。これ前買おう思ったら売り切れてたんです。そう、あの3月ぐらいアウトドアフェスの、はいはいはい、はい、そうなんですよ。なあ、ほんでずっと欲しかった。5月に来るって言ってて、あ、延期になったな。延期だった。そうですね。かわいい。そこんとこ、こかわいい。コーヒーミルの、これ黒ないんですね。そうですね。これはちょっと厳しかったです。厳しかったですか。いるよね。あれでかいもんね。これ一人分、はい、あ、いや、満タンで二人分です。ああ、はい、二人分できんねんて。買う？ 10% オフやで。買いますか。お願いします。じゃあこれとこれください。はい、ありがとうございます。お支払いどうございますか。あ、どうとかな。朝見てる。パンフレットもらいましょう。もらっちゃいましょう。買っちゃいましょう。遅い。遅いんだ。見て、お皿もめっちゃ可愛くない。8月の。ありがとうございます。ポップカード取った。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、ラルファ買いました。ゲットする。やっとゲットしました。ほんま何ヶ月待った？何か言うこと聞かせてた。広い白かっこいいタイム。ほんまや。ラルフあかんやな言うて。どうしてやっと買いました。やっとですね。いや、よかった。よかった。これで思い残すことはないな。ないです。帰りましょう。え？帰る？うっそ。めっちゃ広いね。おお。これがそうだ。めっちゃ広いな。めっちゃ広い。どうぞ。広い。これ2人用なんですけど、はい、あの3人ぐらい着るんですよね。そうですよね、はい、めっちゃ広い。日本の2人用よりも全然広くて、で前室もあのここを広げればいつもちゃんと置けますし、で両面出れますので。あ、両面、はい、あ両面前室あのこうす全部作れるんで。へえ。3000ミリあるんで濡れたことは一回もないですね。はいはいはい。え、今日は
テント売ってないんですか？テント売ってます。もう出てるだけになっちゃったんですけど。あ、そうなんですか。一応4万円が2万円で今半額。嘘でしょ。ちょっと待って、この色とあの、あとこのカラー、もう2色いっちゃう人もちょいちょいいますよね。安いもん。先輩だけはちょっと勘弁して。いやー、かわいい。まさかのその値段で。ちょっと待って、ちょ見て、ほんまに。見た方がいいじゃないですか。え、これこれっすよ。ちっちゃくない？めっちゃ 3.2 くらいになる。うん、グラスは 1.7 グラス。軽い。いやでも2万円はありなんかなって思ってしまった。やばくない？やばくない？やばくねえっすか？50%ぐらい。え？50%ですよ。どう？でも本命は黒なんで。あ、いやー、いやでもやばかったっすね。テント2万円。テント2万円ですよ、皆さん。早いもん勝ち。早いもん勝ちやね。4万円のテント2万っすよね。やばないっすか？やばい。ちょっと買いかけたもんな。買いかけた。でもね、やっぱ欲しいのは黒やってん。黒やな。黒あったらすぐ買ったな。3秒やね。うん。薪ストーブや。え、薪ストーブ？薪？あ、ダウン？すごい。こいつね。バイオ。ちょっと持って行って、ポコポコって入れて、火つけてもらうと。すごい。出てない色が。テントダウン。え、じゃあ薪とかじゃないんですね。バイオエタノールですよね。今ネットで買ったやつ。すごい。大きいのとちっちゃいのね。うわ、かわいい。かわいい。テントの中での使うのめっちゃ良くない？なんだこれ。シンマとおしゃれやし。かわいい。すごいな。うん、あるっすね。すごいな。やばくやばないっすか？すごいで、これ。めっちゃいいな。めっちゃいいな。すぐにいっぱい入るな。そういうことっすよ。薪バッグもいろいろあって悩むな。めっちゃかっこいいですね。ありがとうございます。ちょっと仕様が、あの防水バッグとか、あ、防水仕様ですね。中が防水仕様なので、クーラーとして使えるようになったりとか、そういうのとかもちょっと考えてます。でこっちに関しては、雨降った時にテント撤収とか、濡れたテント撤収してもいいんじゃない。めっちゃいい。でこれ使わない時はもう普通にいつも通り板つけたらバッグとして使えるしっていう使い方だとか、例えばですけど、ちょっと小さい L サイズとかの方のインナーでしたら、それ取り外しちゃうんですか？それ持ってって、あの水溜めて、そこで洗い物とかもできるし、結構防水になるとそういう使い方って良くなるんで、お客さんのその使い方によっていろんな使い方できるのかな。いや、私はクーラーがいいですよ。だったらもうそれ全部氷入れてもらって水張っても大丈夫なので、その辺のクーラーバッグと一緒ぐらいの、あの保冷力は出てくると思います。へえ、すごい。風呂がめっちゃかっこいいねんな。ブラックエディションなんで、あの生地が普通は400バンダイの生地を使ってるんですけど、こっちは1680バンダイの生地で、熱くなるとどうしても強度が出てくるというような、そういう生地を使ったりとか、ちょっと遊び心でブラックエディションで裏にあの場みたいな。あ、ほんまや。ちょっと遊び心ですね。へえ。で今印刷がちょっと剥がれちゃったりするかなっていうのがあるんで、調整中だったりもします。
なのでそこをクリアしてからの発売させていただこうかなと。あ、それが大体9月から、はい、10月です。もうひっきりなしに DM 来るんですけど、これいつなのって。ですよね。これいつなのって言われるんですけど。手に入るんかな、売り出して。なんか。見てたもんな。いや、フラテリートに入ってくるんじゃない。フラテリート置いとって。あ、フラテリートさんはあの場結構取り扱いいただいて。あ、そうなんで、怖いなと思ってて。いや、黒があったからええと思って。そうなの。実は小出しに小出しにちょっと色、ちょっと情報出してるんですけど、今日は結構大々的に出しました。すごいな。で、実はこれも新色になるんです。これなんか普通にも製品っぽいんですけど、これ実はまだファーストサンプルでして、で、これがクーラーバッグがもう新商品に出たんですけど、これのコヨーテバージョンみたいな。やっぱり黒、ね、あの好きな人もいると思うんですけど、クーラーバッグで黒はっていう人もやっぱりいるので。そうなんですか。なのでこういったお読みもいかがかなと。結構好評は今日もいただいてましたね。かわいい。なのであの場はちょっとコヨーテとオリーブと黒を出したいと思います。はい、黒いいね。黒の好きな方はやっぱり黒好きますけど、黒好きなんですよね。黒ほんま一緒みたいな格好してる。髪型もなんか似てるし。いや、嬉しい。ちょっと楽しみにしてます。はい、ありがとうございます。これはあのいただきますが、とかもおっしゃるインスタグラム。あ、もししていただけると結構情報っていうのは分かりやすくなると思うので、あ、ちょっとぜひぜひお時間あればインスタで、はい、今日はカラビアもプレゼントで差し上げてますんで。できました。何色いきます。ありがとうございます。黒にします。やっぱ黒ですね。シルバーちょっと大きい。ちょっと大きいね、シルバー。任せます。黒で。はい、あ、ありがとうございます。はい、すいません。どうぞ、あの場をよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。いらっしゃいませ。楽しみやな。楽しみ。カラビナゲット、すごいほんまかっこいいもんね。うん、インスタフォローしたらカラビナもらえます。ぜひ皆さん、あの場ぜひ皆さん、あの場でいろいろ買ってください。かっこよかった、あの場。かっこよかった。うん。クラテリートさんは取り扱ってる商品が、センスいいっすよね。センスいい。ナイスセンス。5月鉄板。使っちゃいましょう。そうね。あ、すいません、ありがとうございます。あ、すいません、こちらは防災になってますのフィルムなんで、はい、使うまで置いといてもらえれば食べないようになってますんで。わかりました、はい、すいません、頂戴します、はい、よろしいですか。あ、はい、どうもありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。お肉焼くん楽しみ。アウトドアパーク延期されての待ちに待った今日。いや、楽しかったです。めっちゃ楽しかった。いろんな人にも会えたし、極厚鉄板もゲットできたし。1年に3回ぐらいやってほしいですね。そんなやったら大変なことになるやん。やっぱりあの来たら買ってしまう。買ってしまう。そうそう、来てその見て店員さんとお話しする中でいい情報もゲットできるから、あの場とかね。よかったですね。よかった。ブラックエディション交互期待です。ほんまに楽しみやね。楽しみ。うん、9月10月を楽しみに。みんなチェックしてください。インスタグラムフォローしてください。はい、アウトドアパーク京都、明日もやってますんで、ぜひ気になった方来てみてください。明日はなんとヨーザスカイウォーカーが来るらしいですよ。
すごい、もうあの頃思い出すよね。ポンポンってやりに来てください。まあ私ももしかしたら来るかもしれないですけど、ぜひゴンフィンガーやりに来てぜひゴンフィンガーって 今もやってるの。いいんじゃないですか。今日の動画はこれで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。じゃあまた会う日まで。ファイティアーチャンネルママでした。